アンドリュー・アービンは、イギリスの登山家、イギリスによる第3次エベレスト遠征隊に参加した。エベレスト初登頂を目指し、アービンとジョージ・マロリーは、エベレスト北壁に挑戦したが、そこで姿を消した。彼らが最後に目撃されたのは、山頂からわずか数百メートル手前であった。アービンは、イングランド、チェシャー州のバーケンヘッドで、スコットランド、 ウェールズに機嫌を持つ家族のもとに生まれた。アービンは、バーケンヘッドコートシュローズベリーコーで学んだ後、オックスフォード大学のマートンカレッジで、技術者になるために学んだ。アービンは熱心なスポーツマンであり、ボート競技に長けていた。そのため、1922年、23年とザボート、レースのオックスフォード大学のメンバーに選出された。1923年、アーィンは、 オックスフォード大学のスピッツベルゲン遠征隊に選出されたが、アーヴィンはあらゆる局面で優れた能力を見せた。この時、アーヴィンと遠征隊のリーダー、ノエル・オデールはホエル・グラッチェの上で出会ったことがあったことをお互いに思い出している。その後、オデールがイギリスによる第三次エベレスト遠征隊に選ばれると、アーヴィンの高い能力を認めたオデールは遠征に 彼が必要だと考えて推薦、アービンは遠征隊の一員となった。この時、アービンはまだ21歳の学生であった。インドへ向かう船の中で、アービンと親しくなったジョージ・マロリーは妻に、アービンはどんな時でも頼りになる、おしゃべり以外はと書き送っている。この遠征で、アービンは、山岳用酸素ボンベの機能性、重量、強度などの確認を行ってその問題点を洗い出し、 遠征後に酸素ボンベを再設計して改良する予定となっていた。さらには遠征中使用するカメラ、キャンプ用寝具、プリマスストーブなどの多くの機器の維持管理を担当した。アービンは遠征隊で人気があり、気策で発明の才能があり、激務にも耐えたため、年上の同僚たちも敬意を払った。登場は6月初頭に開始、マロリーとアービンが登場に挑んだが、マロリー、 アービンの姿が見られたのは1924年6月8日が最後となった。彼らのサポートを行っていたノエル・オデールは午後12時50分、マロリーとアービンがセカンドステップへ取り掛かろうとし、頂上へ向けて力強く進んでいたと報告したが、彼らが登頂に成功したかどうかは確認できなかった。そのまま二人はエベレストに消えた。 彼らが登場に成功したかは未だに不明である。マロリーとアービンが失踪した約9年後の1933年、イギリス第四次遠征隊のメンバー、パーシー・ウィン・ハリスは高度8573メートルまでの登山に成功したが、ハリスは8380メートル付近のファーストステップでピッケルを発見。それは1924年にマロリーとアービンが、 盗聴に挑戦した時のものであった。エベレスト1933の P137 には、ハリスがピッケルを発見した時、それは、ボイラー糸のような厚いスラブの上に、茶色で、平穏で、自由なままに転がっていた。と述べたとしている。さらに、P138 で、ハリスは、この厚いスラブは別段、険しいものではなかったが、滑りやすく、脆い小石で覆われた。 危険な場所であった。と述べている。1933年11月のアルペンジャーナルにおいて、ラッドレジは以下のように解説した。対角線上に上へ横断し、約1時間登った後、マロリーかアービンが使用していたに違いないピッケルを発見した。北東ヤセオネの元60フィートの傾斜角30度の地点にそれは転がっていた。 ここから推測できるのはハリスは続けていった。このピッケルがアクシデントの発生を示していることだと。さらに、このピッケルの存在は、ここで滑落が発生して落ちたか、滑落した同僚を助けようとして、ロープを引っ張るために両手を開けようとピッケルをここに置いた可能性を示していると続けた。1999年に捜索隊によって、マロリーの遺体が発見された。 その遺体はロープによって養母が損傷していたことから、二人はロープで結び合ったまま滑落したのではないかと推測されたが、アーヴィンの遺体は未だに発見されていない。1999年、イギリスの BBC とアメリカのテレビ局、WGBH 制作のドキュメンタリーシリーズ、ノバが共同で企画したマロリー、アーヴィン捜索隊が、8、155メートル付近で、 マロリーの遺体を発見した。この発見により、二つのことが明らかになった。マロリーの腰にはロープで強く引っ張られたために、生じたひどい出血が見られたこと。これはいずれかのポイントで二人がロープで結ばれたまま、滑落したことを意味しており、さらにその後、ロープが露出した岩に引っかかることにより、マロリーがその場所に横たわったことを意味している。マロリーの遺体には、 北東領から滑落した最近の例に見られるような激しい損傷が見られず、比較的損傷の少ない状態で8200メートルスノーテラスのすり鉢状の地形で発見された。さらに、捜索隊が発見するより前にマロリーの遺体を発見したとされる中国の登山家、大広志だからは彼のピッケルが滑落最終地点である。 遺体発見現場の近くに落ちているのを発見していた。これにより、以前に発見されたピッケルがアービンのものであることが判明した。これらの調査結果から、いくらかの推測ではあるが、マロリー、アービンがエベレスト登頂に成功した可能性を見出している。 どちらも推測の域を出ていないが、決定的な具体的証拠を与えそうなものが一つだけ存在する。それはアービンが所持していたと思われるカメラである。アービンの日記に記されていた2台のカメラは未だ発見されていないが、登山の際にこのどちらか1台は所持していたと多くの人が推測している。コダックの専門家はカメラがフィルム入りで発見されればそのフィルムが白黒であり、 急速冷凍されたであろうことから修復して現像できる可能性があると述べた。1965年に1960年中国エベレスト遠征隊のワンフー州がレニングラードで行った講演で高度8600メートルあたりでヨーロッパ人の遺体を発見したと発言した。ヨーロッパ人である根拠としてサスペンダーを着用していたと答えている。 1975年、王広下か宝が8100メートル付近でイギリス登山者の遺体を見たと報告した。1979年にも日本登山隊隊長、長谷川義則との短い会話で報告したが、その死災を語る前に王はなだれに巻き込まれ死亡した。後に王の報告とほぼ同じコードでマロリーの遺体が発見されたことから王が発見したのは、 マロリーの遺体であるとする見解が根強い。しかし、方にゴルフボール程度の穴という王の報告は、捜索隊発見時の顔を下に向けて頭が瓦礫に埋没していたという状態と一致しないため、王の発見した遺体がマロリーではなくアービンのものである可能性もある。報告との不一致は、王が簡易的埋葬をしたという可能性もある。2001年の捜索では、 王のキャンプ周辺が広範囲に調査されたが、発見された遺体は、マロリーのもののみであった。2001年に行われたインタビューで1960年、中国エベレスト遠征隊副隊長の修人具は、ファーストステップからの下山中に遺体を見たと語ったが、過酷な状況であったため正確な場所を記憶していなかった。この中国遠征隊以前に、北東領で、 マロリーとアービン以外に遭難記録がないことと、マロリーの遺体が発見された場所と明らかに高度が違うため、報告された遺体はアービンのものであると目されている。マロリーかアービンが所持していたと思われるベストポケットコダックモデル B を見つけ出すために、1986年、1999年、2001年、2004年、2005年と捜索が行われたが、 発見されることはなかった。その推測と議論は、ザ・ミステリー・オブ・マレリーア,ンドアーヴィンとして、未だに続いている。ありがとうございます。